さん、こんにちは。ハワイのナビゲーター、アロハちゃんです。ハワイに来たら困ることの一つが、アラモアナセンターに行きたいけど、どうやって行くの？ということで、今日はワイキキからアラモアナセンターに行く方法を7つ紹介していきたいと思います。アラモアナセンターは、約350の店舗数を誇る、ハワイ最大のショッピングモールです。センター内には、高級ブランドショップやデパート、巨大なフードコートもあり、ハワイ滞在中に訪れてみたい、人気のショッピングモールです。一時期は時間短縮していましたが、現在は朝10時から夜の8時まで、毎日営業しています。そんなアラモアナセンターは、ワイキキの中心から 2.5 キロも離れているので、何か移動手段を考えなければなりません。今回は、滞在中に1日だけ、アラモアナセンターに行くことを想定して、移動手段ごとのメリット、デメリットをまとめてみました。1つ目は、ザバスを使った方法です。ザバスは公共のバスで、ハワイ全体をカバーしています。運賃は1回の乗車につき、大人3ドルで、子供は1ドル50セントです。アラモアナセンターを往復した場合、大人1人で6ドルで、乗車時間は約22分です。2つ目はワイキキトロリーです。ワイキキトロリーは主要な観光エリアを巡回運行しています。ブルー、レッド、グリーン、ピンクの4路線がありますが、アラモアナセンターへ行くのはピンクラインです。運賃は乗り放題のピンクライン1日券で5ドルです。アラモアナセンターを往復した場合、大人1人で5ドルで、乗車時間は最大50分です。次は JTB が運営する低小トロリー電気バスのハイバスです。ハイバスにも5つのルートがあり、アラモアナルートでアラモアナセンターに行けます。ハイバスには1日、4日、7日間のパスがあり、期間内であれば全路線が乗り放題です。運賃は1日パスで大人30ドル、子供は20ドルです。アラモアナセンターを往復した場合、大人1人で30ドルですね。次は、アナ・エクスプレスバスです。名前の通りアナが運営する無料の電気バスで、ワイキキショッピングプラザとアラモアナセンターを直行往復運行しています。途中の寄り道がないので、最短12分で移動できます。ご利用条件は、アナ・マイレージクラブ会員の方で、かつ、アナの飛行機でハワイに来られる方です。18歳未満のお子様は3名まで一緒に乗車可能です。アラモアナセンターを往復した場合、大人1人プラス子供3名が無料ですね。次はタクシーです。タクシーは日本のように流しのタクシーはなく、ホテルのロビーやタクシー乗り場から乗車します。すぐに乗れて便利ですが、料金の支払いやチップなどが不安です。ネットで調査してみると、ワイキキからアラモアナセンターまでの片道料金は、花タクシーだとチップ込みで12ドルと出ていました。会社によって違うと思いますが、もう少し高くて15ドルだとしても、それぐらいで行けるんだ、という印象です。アラモアナセンターにタクシーで行った場合、片道15ドルとしても、往復で30ドルですね。乗車時間は約10分で、タクシー乗り場は魔界フードコートの近くにあります。次は Uber です。Uber は配車を行うサービスのことで、日本で普及している Uber Eats とは違います。Uber は配車サービスで、タクシーと違うのは、
個人が自家用車で送迎を行っている点です。 Uber のアプリによって管理され、利用者は目的地までの料金を事前に確認してから手配できます。例えばアラモアナセンターからシェラトンワイキキに行った場合、7ドル48セントと出てきました。6人まで乗れる大きい車でも10ドル45セントでした。これにはチップが入っていないのと、時間帯や条件によっても料金は変わると思います。アラモアナセンターに Uber で行った場合、片道12ドルとしても往復で24ドルとなりました。どれぐらいで迎えに来るかわかるのも安心ですね。最後はレンタカーです。レンタカーは車を借りてご自身で運転していきます。何よりも自由なプランが可能で、大きい荷物も積むことができます。右側通行なのと左ハンドルの車になれる必要はありますが、便利さは一番だと思います。レンタカーではコストがかかることが難点です。アラモアナセンターの駐車場は無料ですが、ワイキキでは駐車料金がかかります。もちろん車のレンタル代もかかるので、アラモアナセンターに行くだけなら他の交通手段を利用した方が良いでしょう。以上が代表的な移動手段になりますが、滞在するホテルの場所、一緒に行動する人数によってどの移動手段が良いか変わってきます。まず、人数が多い場合はタクシーやウーバーがおすすめです。一人当たりの費用も安くなりますし、たくさん買い物をした場合でも楽ですね。行きたい場所の近くで降りれるのもポイント高いです。チップについてはレストランと同じです。運賃の 15-20% をチップとして多めに払いましょう。スーツケースなどの荷物を積んでもらったら、1個につき1ドルのチップを追加するとスマートです。 Uber は降車後にアプリでチップを払います。数回使ってみるとだんだん慣れてくると思います。これでタクシー利用も安心ですね。次はアナ、エクスプレスバスです。こちらのバスはワイキキショッピングプラザとアラモアナセンターを12分で結ぶ便利なバスです。途中寄り道しないので早くアラモアナセンターに到着できるのですが、ワイキキショッピングプラザと滞在しているホテルが近くないと快適に利用できないのではないかと思いました。こちらのバスは土曜日のミスケジュールを変更し、カカオコファーマーズマーケットへも行けます。また2022年8月からルールが変更になって、アナの飛行機を利用していなくても1438円で7日間パスを利用できるようになりました。いろいろと条件があるので、利用者はほぼ日本の方でバスも空いていました。というわけで、条件が合うならアナ、エクスプレスバスはいいと思います。次はワイキキトロリーです。ワイキキトロリーは窓のない車両で、これぞハワイという乗り物です。ピンクラインは2階建てのバスになっていて、ワイキキの街並みやビーチも見え、観光目的でも楽しめます。ワイキキトロリーのピンクラインは5ドルで1日乗り放題、つまり往復5ドルなので一番安いです。クヒオアベニューやカラカワアベニューなど主要な場所にバス停があるので、どのホテルに泊まっていても利用しやすいルートを走っています。誰でも乗れて安いので結構混雑するようです。タイミングによってはバス1回待たされることもあります。なお、ピンクラインは JCB カード保有者は無料で乗車できます。詳しくは利用条件を確認してみてください。他の路線を追加するといろいろな場所に行けます。
その場合は全路線乗り放題プランとなり、1日パスが$55、4日パスが $65、7日パスが $75となっています。ピンクラインだけ特に安いので、ちょっと割高感があります。ルートを見て他に行きたいところがないか検討してみると良いと思います。次は JTB が運営するハイバスです。ハイバスは5つの路線を運行しており、期間パスを買うことで全ての路線が乗り放題になります。5つの路線は観光で行きたい場所ほぼ完璧にカバーしていて、魅力的な移動手段になっています。 JTB ツアーで旅行に参加される場合はハイバスがツアーに含まれているものもあります。滞在中の移動手段が確保されているのは安心感がありますね。利用者はほとんどが日本の方になるでしょう。1日パスは$30なので、アラモアナセンターにしか行かないのであれば他の移動手段を利用した方が良さそうです。いろいろなところを巡るなら魅力的なバスだと思います。最後にザバスはどうなの？ということなのですが、ザバスはどこまで行っても$3なのでコスパがいいです。以前はバスがいつ来るか分かりづらく利用しづらい印象でした。 Google マップがあればリアルタイムに情報が見れるので利用しやすくなったと思います。ただ海外でバスにも慣れていないと難しいかなと思います。 Google マップではバス停まで徒歩での道を案内されますが、そこが安全でない場合もあります。以前注意喚起動画でも紹介していますが、犯罪に巻き込まれる状況を作らないことが大切です。単なる移動手段といっても海外ですので安全性に関わってきます。もし利用するとしても明るい時間帯のみに限定してくださいね。さて、アラモアナセンターへの移動手段を紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。どこかへ出かけるなら移動手段が必要です。旅行全体の計画と合わせて何が最適か検討してみてください。このチャンネルではハワイの観光地を定期的に紹介していきます。リクエストや質問などありましたらコメント欄よりお願いします。動画を見ていただきありがとう。